どうも、クーピーチャンネルです。発売前の新型キャンピングカーで車中旅に行ってきます。名前はキャンパー鹿児島タビークスです。ベース車両は新型ビーカムです。イスズのエルがベースの新型ビーカムでは全車速車間オートクルーズが搭載された待望のキャンピングカー専用のベース車両です。いやー、これをどれだけ待ったか。普通車では当たり前になってきたオートクルーズですが、キャンピングカーではまだまだ浸透していません。キャンピングカーほどオートクルーズが必要な車はないんじゃないでしょうか。発売をずっと待っていました。乗るのが夢でした。今回の旅は2泊3日、1日目、今日は一般道のみの車中旅。明日のお昼はオンラインの打ち合わせなどキャンピングカーでリモートワーク。その後高速道路旅に行き、このタビークスのオートクルーズを試します。車内で気になるのはベッドの寝心地。今日はリアのベッド、明日はバンクベッドで寝ます。そしてこのボディ断熱の遮音性と断熱性も体感します。今日と明日はかなり冷えます。サービスエリアはエンジンの音が結構うるさいんで、遮音性を体感するにはぴったりです。個人的に一番気になっているのがこの下にあるサブバッテリーの走行充電です。この新型ビーカムの走行充電は超大容量で超強力なんです。本当にたくさん充電してくれるのか検証します。今回の車中旅は遊びに仕事に防災にといろいろ仮装しながら使ってみます。もう車中アイテムの方は積み込み終わりました。このマルチルームにこういった大きめのフライパンなどを置いてます。上部収納もたくさんあるんですけど、今回はリアベッドの2段目に全部置いてます。ここ取りやすいんですよね。キッチン用品や食材、着替えなども置いてます。食材は先ほどスーパーでたくさん購入しました。これで2泊3日持つと思います。冷蔵庫の上、ここが結構大きい台のスペースがあります。なのでパソコンとか仕事用のものを置いてきます。調理スペースはこちらで、水も汲んでます。毛布や布団はもうベッドに敷いています。なのでもうご飯食べて眠たくなったらすぐに眠れる最高のレイアウトです。それでは早速出発します。安全運転で行ってきます。あ、と思ったんですけどガソリンないですね。ガソリンメーターも1です。で、アドブルーはメモリ2です。エネオスありましたね。ここで満タンにします。電動パーキングなんで自動でかかります。ディーゼルエンジンなんで軽油で、給油口はこの中です。43リット入りました。今回燃費なんですけど計算しません。というのも F フィーター2日間結構使えますんで、正確な燃費がわからないと思います。ちなみにカタログ値では1リッターあたり 11.8 キロ走行します。現在夜の11時40分です。結構遅かったんで今日はもうどこも行かずに近くの道の駅に行って寝ます。明日朝早く起きていろいろ行きたいと思います。このベース車両の新型ビーカムは専用の足回りが装備されていて、かなり強化されています。専用のショックアブソーバー、専用のリーフスプリング、なので乗り心地は最上級です。さっきガソリンスタンド出る時の段差ショックもあまりなく快適でした。デコボコした道も乗用車のように快適です。エンジンはディーゼルターボなんで、街乗りはトルクフルでスイスイ進んでくれます。もうほんの少し踏むだけで法定速度に達します。明日の高速道路が楽しみです。途半車線もぐんぐん登ってくれると思います。あ、ここの道の駅の駐車場ラインが一歩のところですね。ちょっと狭そうです。走止めます。はい、駐車完了しました。この前はみ出ないように止めました。そうすると後ろのタイヤはちょうどワード目まで来ましたね。で、ギリギリ出てない感じになります。この駐車場の線が1本しかないんで、もうできるだけこっちに押しました。で、こんだけ今空いてます。反対側はもう橋何もないんで、この線の上ぐらいまで寄せました。まあそんなに混んでなければ道の駅でも問題なく駐車できます。この辺は横幅2メーター以下、全長5メーター以下のキャブコンの大きなメリットですね。今回フロントウィンドウとサイドウィンドウのシェードはないので、もうこのままにしておきます。で、ここ iPad 置いてるんですけど、こんな感じでスマホなど置けます。これ結構便利です。
運転席すぐ上と助手席すぐ上にこういった収納があります。これも使い勝手良さそうですね。それでは後ろに行ってくつろぎます。現在の外気温なんですけど 0.1 度、車内は 19.7 度、あったかいです。外はかなり寒いです。まだまだ温度下がっていきますんで、朝方は氷点下に入っていると思います。バッテリーの残量なんですけど、こちらアプリで見れます。 92% です。現在夜の1時です。車中飯作ろうと思ってたんですけど、もう明日の朝作ります。それではパジャマに着替えて寝る準備していきます。リアのベッドなんですけど、布団の下に毛布、そしてこういった薄めの敷布団で、あとはこの純正のマットです。マット結構分厚いんで、そんなに痛くないと思います。エアヒーターつけて寝たいんですけど、かなり乾燥しますんで、もう切っときます。あ、やっぱりあれですね、こうやって寝てみると横幅がそんなに広くないんで、寝返りは打てないですね。これ明日の朝どうなってるでしょうか。ここすぐ横にある照明、これはすごい優しくていいですね。なんかぐっすり眠れそうです。足元にももう一つあります。しかもこの照明はこの手元でこんな感じで消すこともできます。こうやって手元で消せる独立したスイッチの照明は、眠たくなったらもうすぐ眠れるんで、ありがたいんですよね。それではおやすみなさい。おはようございます。いや、ぐっすり眠れました。寝心地なんですけど、この下のマット結構分厚いんで、やっぱり背中は痛くならずに快適に眠れました。気になっていた横幅なんですけど、やはり寝返りはできませんでした。ただ今回ですね、この毛布にくるまっていたんで、なんか包まれているような感じで、すごいぐっすり眠れました。でもやっぱりこの幅は人を選ぶと思います。結構大柄な男性だったら本当に身動きができないような感じになってしまうかもしれません。この辺は実際に横になってみないとわからないなと思いました。うわー、気持ちいいな。窓が大きいんで、すごい新鮮な空気が車内に入ってきます。で、なんかずっと工事してみたいなんで、ここの道の駅で朝ごはんいただこうかなと思ったんですけど、近くに河川敷あるみたいなんで、そちらに行って朝ごはんいただきます。それでは電動パーキングをオフにします。で、オートホールド機能、ブレーキホールド機能はオンにしておきます。それでは安全運転で再出発します。いやー、今日は快晴でめちゃくちゃ気持ちいいです。あ、いいとこありました。ここで朝ごはんいただきます。すぐ横は利根川が流れています。誰もいない場所です。かなり静かでいい環境なんで、ここでご飯食べた後リモートワークもここでします。それではタビークスで初めて車中飯作ってみます。今回はホットプレート持ってきました。ホットプレートってなんかテンション上がりますよね。冷蔵庫に鮭ありますんで、そちら焼いて和風の朝ごはんにします。ご飯はもうレトルトをチンします。で、この電源位置がインバーターになります。これで AC コンセントと電子レンジが使えるようになります。お味噌汁もインスタントでいきます。お湯はこちらのケトルで沸かしていきます。ここの位置、やっぱり便利ですね。ホットプレートは
鮭焼いて結構汚れますんで、汚れ防止でフライパン用アルミホイル敷いておきます。今回も余ってもしょうがないんで2個入れていきます。じゃ軽く蓋しつつ窓開けて換気します。で標準装備のマックスファンがありますんで、こちらも使用して空気を排出します。はい、じゃあルーフベントスイッチを押します。そして蓋を開けます。で電源を入れます。今回はこのマックスファンは排出ではなくて吸気にします。で吸気にしてこっちから空気を排出します。この焼き魚の匂いは車内に残らないと思います。この配置完璧ですね。鮭って意外と匂い残りますんで、後で車内に匂い残ってないか検証します。レタスも少しいただきます。容量が88リッターと大容量なんで何でも入れていきます。やっぱり朝は焼き鮭ですね。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。美味しかったです。それでは洗い物など片付けしてパソコン作業していきます。今回このタビックスのシンクをフル活用して使い心地確かめたかったので、今日のお皿にはラップなど汚れ防止はしていません。洗剤泡スプレーとスポンジ持ってきましたので、こちらで洗っていきます。はい、洗い物完了しました。いや、冬場は本当このタンクの水が冷たくてすごい手が痛いです。で洗っていてなんですけど、こちら蛇口が上に上がります。なので結構大きなものも洗えました。このぐらいの食器ならもう一気に洗えます。家族とか2人分3人分になってくると2回に分けた方がいいかもしれません。今日の予定なんですけど、ここでパソコン作業します。そしてその後オンライン打ち合わせもここでします。お昼ご飯食べて、ね、しばらくまたパソコン作業して、だいたい半日ぐらいですかね、ここでリモートワークします。オフィスとしてどのぐらい快適に過ごせるのか試した後、夕方ぐらいに高速道路に乗ってまた旅に出ます。はい、それではしばらく作業に専念します。全部タイトルは、翻訳して、で全部テレビ、フルテレビなんですけど、それも翻訳してっていうのが、キャンピングカーの中で試したいことがあります。最近自分週2回筋トレをするようにしています。今日はこのキャンピングカーの中で腹筋、背筋、スクワット、筋トレの王道3つをできるか試してみます。はい、できましたね。ちょっと狭かったんですけど、ここ一人寝っ転べます。天井はかなり高くて立ってもまだ余裕ありますんで、全然問題なくスクワットできました。そういえば朝焼いた鮭の匂い、現在車内で匂いしません。このマックスファンと窓の組み合わせなら車内調理も問題なさそうです。はい、火も暮れてきたんで再出発します。高速道路走行で走行充電確かめたかったんですけど、なんと 95% たくさん電気使ったつもりなんですけど、
ソーラーパネル設置されてるんで全然電気減りませんでした。今日の夜たくさん電気使って、夜はソーラーパネル充電されませんので、明日の朝また走行充電検証します。高速道路でオートクルーズを試します。で、取説読んでると、ここのモードっていうのがあるんですけど、これを押すとオートクルーズに入るようです。こうしていくと、あ、出ましたね、車間クルーズモードで、一定の速度で走っていて、例えば80キロで走っていたら、ここのセットボタンを押すとその速度でオートクルーズに入ります。オートクルーズも一定の速度を走るクルーズと、前の車についていくクルーズモード2種類あるようです。そしてこの横、ここに車間距離を決めれるボタンがあります。これを押していくと狭くなって、こっち側を押すと車間距離が開きます。画面右上、こちらに見えています。これで車間距離を調整できるようです。ちょっと実際に走ってみないと分かんないですね。走りながら確かめていきます。はい、じゃあ安全運転で再出発します。まもなく高速道路の入り口があります。ここ埼玉県から茨城県まで行ってみます。初めての高速道路、この新型 B カム車両の半自動運転、どのぐらい疲労が軽減されるんでしょうか。もう楽しみでワクワクです。じゃあ合流します。はい、無事スムーズに合流できました。この辺はディーゼルターボ、最大出力150馬力375ニュートンということで余裕のパワーでした。急速 AT なので、シュートアップの時に小刻みにシュートアップしてくれました。そこまで仕事ショックもなくスムーズでした。ただ結構踏み込んでエンジンの回転数が上がると、車内はエンジン音が響きました。巡航速度になってアクセルを少し戻してあげると、すごい静かになります。はい、現在80キロで巡航しています。それではオートクルーズ早速試してみます。まずはモードを押します。そうするとモニターに車間クルーズモードと表示されました。で、ここでセットボタンを押します。そうすると現在走っている速度でセットされます。現在は81キロです。で、プラスマイナスボタンあるんですけど、そこを押すとスピードが変わっていきます。1キロ単位で変わっていって、長押しすると5キロ単位で変わっていきます。現在前に車がいてないんで、前の車に追従することはできないんですけど、車間ボタンありますので、ここを押すと前に車がいるとき車間距離調整できます。オートクルーズ解除方法は、ブレーキを踏むかキャンセルボタンを押すと解除されます。で、またこのレースボタンっていうのがありますんで、ここを押すと先の設定した速度にまた戻って巡航してくれます。現在アクセルペダルから足を離して巡航しています。車間クルーズモードは、前に車がいるときは速度調整も自動で行ってくれます。なんやったらこれも止まってくれるそうです。前の車、例えば渋滞などで止まっていたら、自動的にブレーキが働いて停止まで行われるようです。今回の旅で渋滞ないと思うんですけど、もしあったら試してみたいですね。いやー、しかし今までの運転は何やったのってぐらいめちゃくちゃ楽です。現在走行しているところは橋の上で、両サイド壁はなく風を遮るものはありません。横風結構当たっています。風速は不明ですが、車体はかなり安定しています。片側1車線で反対車線のトラックとすれ違うとき、少しだけ揺れましたが、すぐに元に戻る感じでした。また明日の朝、風強かったら体感しお伝えします。はい、今ですね、前の車来ました。なんで今、前の車に車間ある程度を取って通常しています。車間距離の設定は一番遠い設定です。体感としてはそんなに遠いとは思いません。一回一番短くしてみます。じゃあ車間距離ボタン、こちらを一番短くします。結構近いですね。前の車が急に止まったら、こちらは止まれるか不安な距離です。街乗りだったらこのぐらいがちょうどいいかなといった距離感です。はい、また再び車間距離一番遠くにしました。このぐらいがいいですね。人によってはまだ近いと思う人もいると思います。特にキャンピングカーは制動距離が長いので注意が必要ですね。なんかね、先から前の車がなんか速度遅くなったり速くなったり、結構あんまり一定じゃないんですよね。で、こういう時って一車線の時、結構アクセル操作めんどくさいですよね。でもこの車間オートクルーズなら全くめんどくさくないです。むしろ一定に走る労力と変わらないので、ストレスも軽減されます。はい、サービスエリア到着しました。かなり大型のサービスエリアで、スタバもあります。駐車スペースなんですけど、すぐ後ろが大型トラックになってます。なので結構エンジンつけて休まれてますんで、エンジン音は聞こえます。なので今日はここで車中泊してみて、ボディの遮音性を体感してみます。ドアを閉めると騒音はかなり低くなりました。
この iPad のアプリのスペクトラムアナライザー、騒音を何デシベルか分かります。一旦このテーブルの上で何デシベルあるか計測します。61デシベルでした。結構低いと思います。周りのエンジン音は聞こえないわけではないんですけど、もう全然我慢できるで、自分だったら熟成できると思います。遮音性が高いのはこの断熱ボディ、これサンプルなんですけど、こんなに分厚いんですよね。これが中が断熱材、そして外側が FRP パネルで、中はこれキーですかね。こんなに分厚いんで遮音性も高いし断熱性も家のようにあります。それでは車内の車中泊のセッティングしていきます。ここの運転席との間の仕切りカーテンはもうずっとつけたままです。入り口の車高カーテンだけ取り付けておきます。さあもうこれだけで OK ですね。めちゃくちゃ簡単です。今日はバンクベッドに寝ますんで、昨日寝たリアベッドの布団をバンクに移動しておきます。バンクベッドは跳ね上げ式で、これを下ろすと完成です。バンクベッドは横幅 1888mm、 奥行き 1775mm です。これバンクへの上がり方なんですけど、この台ですかね、これかなりしっかりしてますんで、ここに足乗っけて上がっています。このテーブルも真ん中ら辺だったら踏んでもいけそうですね。結構足上げないとダメですね。お、かなり広いです。自分身長170なんですけど、足伸ばしてもこの縦方向っていうんですかね、これでも眠れます。ただその場合は頭が結構ギリギリですね。あ、横はちょうどですね、足がかかとの下がつきます。で、頭もぴったりつくかつかないかぐらいです。じゃあ今日はこの方向ですかね、ちょっと足が軽くつくかつかないかぐらいで、頭はこんな感じでちょっと不安ですね。この斜めで寝てみます。あ、これだったらつま先伸ばしても全然当たらないし、こっち側の頭 もこのぐらい距離があってかなりゆったり寝れます。はい、じゃあ敷布団を敷いて、その上に毛布、そして布団と枕です。はい、バンクベッドの寝床は完成しました。かなり広いですね。斜めならこのキャンピングカーの中で一番広いベッドになります。しかも小窓が2つありますんで、朝は朝日が入って気持ちよさそうです。まだ寝ませんので、一旦跳ね上げてまた寝るときにベッド戻りします。現在車内の温度は 17.3 度、ちょっとひんやりしますんで、エアヒーターつけておきます。お腹も空いたんで車中飯にします。今日はこのテーブルでこのホットプレートを使って巨大餃子作ります。これまだ作ったことないんですけど、今日は試してみます。この餃子の皮、こちらをフライパン、ホットプレート一面に敷きます。でその上に鶏団子とニラ、ネギをジップロックなどで入れて混ぜて上に置きます。でその上にまた餃子を置いて蒸し焼きにしてみます。果たしてうまくいくでしょうか。まずは具材、中のあんを作っていきます。さあ、あとはアルミホイルで蓋して蒸し焼きにします。一旦出して蓋して、このままひっくり返します。はい、めちゃくちゃ美味しそうです。それでは餃子のタレでいただきます。
ごちそうさまでした。いやー、美味しかったです。しかしこのミニホットプレート車中泊に一つ持ってきたら何とでもなりますね。しかも消費電力も少ないんで長時間使用可能です。やっぱり窓開けて換気していたらFFヒーターつけても中は寒くなりますね。現在の外気温は 4.9 度下がってきました。今からまだまだ下がっていくと思います。少しだけ洗い物ありますんで片付けていきますね。こういった汚れついてるやつは先ウエットティッシュである程度汚れ取っておきます。さあしばらくゆっくりします。しかし夜になるとこのキャンピングカーはぐっと雰囲気が良くなります。完全照明がすごいいい感じですよね。このスポットライトもすごい優しくてあらゆるところに設置されています。このキャンピングカーが家にあれば駐車場でお酒飲むだけでも楽しそう。あ、バンクは結構寒いですね。かなりひんやりします。跳ね上げ式なんでこれがあったかい空気いかないようになってたんですね。さあそれではもう歯磨きして着替えてあとはバンクベッドでゆっくりします。今日なんですけど電気つけて寝たいと思います。というのもバッテリー残量がたくさん電気使ったにもかかわらずまだ 76% あります。そして火が昇ってくるとこの強力なソーラーパネル積んでますんでまた充電されて走行充電が検証できなくなります。どうせなんでこのインバーターもつけておきます。FFヒーターも今日はつけておきます。インバーターは AC コンセント使えるようになるんですけどもう AC コンセントでなんか刺さなくてもつけてるだけで結構電気が消費します。それではバンクに上がります。このバンクがね上がるときがどこを踏み台にしたらいいのかちょっと分かりにくいですね。これだけやったらねなかなか上がれなくてでテーブルに足を置くとすごい上がりやすいです。なんかこの秘密基地感すごいいいですね。でバンクベッドにもこの照明があります。これも手元で消せます。反対側にも合計2箇所ありますんで寝る前の読書も可能です。シェードは閉めておきます。でバンクベッドのマットなんですけど昨日寝たリアベッドのマットより厚みが少し少ないようです。ちょっと薄いですね。多分この天井の高さ圧迫しないように薄くしたんだと思います。おかげで全然上は圧迫感ありません。薄くなったことによって寝心地が悪くなってるかもしれません。また明日の朝どうだったかお伝えします。あ、ここにもホックがあります。この端にもあって3個止めれますんでここは遮光カーテンで閉めれるようです。さあ楽しかった2泊3日の旅行くせの車中泊旅もう明日で終わりです。ベース車両の新型ビーカムかなり良かったんですけど少し気になる点もありました。この車内もかなり完璧なんですけどちょっと思うとこもありました。なので明日の朝埼玉県に戻ったら実際に車中泊してみて感じたメリットデメリットもお伝えします。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。 FF ヒーターつけっぱなしだったんで結構乾燥しましたがあったかかったです。この上から見るサービスエリアもなかなかいいですね。あ、ここなんか溝みたいになってますね。これスマホとか収納できるようになってます。モバイルバッテリーもこんな感じで入れられます。適当に置いちゃうとこういうものって朝なくなってたりするんでこれはありがたいですね。寝心地なんですけどやっぱりちょっと薄い分硬かったかなっていう感じはしました。ただこの今回下に敷いたのがすごい薄かったんでもうちょっと分厚いものにしたら問題ないと思います。一瞬でバンクベッド片付くのはこの寝起きにはありがたいです。サブバッテリーの残量なんですけど現在 59% 結構減りましたね。これだけ減れば走行充電がどのぐらい充電されるのか確かめられます。まだ朝が早くて曇りなんでソーラーパネルからはあまり充電されてないようです。今のうちにパパッと着替えて朝食もパパッと済まして走行します。朝ごはんなんですけどイングリッシュマフィンありますんでこのホットプレートで焼きながら横でスクランブルエッグ作ってスクランブルエッグサンドをいただきます。
ただきます。ごちそうさまでした。はい、じゃあこれで片付け OK ですと思ったんですけど、イングリッシュマフィンの粉が結構ついてました。もう植えたティッシュで拭いておきます。帰りで確かめたいのが走行充電で、もう一つ気になるのはこの専用のスタビライザー、ロールを抑える装置がついてます。街乗りではあまりロールを感じませんでした。高速域ではどうでしょうか。そちらも体感します。現在走行する前 57%、 そしてバッテリーは現在 6A 入力されています。冷蔵庫は電源つけているのと、あとは屋根にソーラーパネルが乗ってるんですけど、ちょっと朝日出てきましたね。ちょっと早めに走行します。なので 6A 引けばだいたい走行充電の入力数が分かると思います。じゃあ一旦走行してない状態でエンジン台かけてみます。エンジンだけがかかってる状態で現在 27.4A で、 6A 引いて現在のバッテリーが 26.80V なんで 573W 入力されています。まあまあいいですね。これが走行してどのぐらい増えるか楽しみです。はい、じゃあここのスマホ置きみたいなところに置いておきます。これで運転中スマホを操作せずに目視できます。それでは安全運転で行ってきます。現在約70キロで日陰を走行しています。ソーラー充電はほとんどない状態で、走行充電の発電量が 12A と少ないですね。高速道路のジャンクションに入りました。きつめのコーナリングです。現在約40キロです。地面に張り付くようにスムーズに曲がってくれています。左側に傾くようなロールは感じません。40キロでしたら高速ジャンクションは問題ありません。間違えて高速道路を降りちゃいました。今40キロで市街地走行しています。走行充電なんですけど、新たな発見がありました。加速するときエンジンの回転数上がると思うんですけど、そのとき発電量上がりません。意外だったのが、アクセルペダルから足を離してエンジンブレーキが効いているとき一気に発電量が上がりました。なんと 70A 近く上がっていました。この辺はもうちょっと走行して検証してみます。埼玉県到着しました。それではこの車をお借りしたキャンピングカービルダー日本特殊ボディさんに戻ります。到着したら今回の旅で気になることをメリットデメリットをお伝えします。戻ってまいりました。スタートの地、日本特殊ボディさんです。なんとこれが新型ビーカムタビークスのベース車両です。シルツコ前こんな感じなんですね。なかなか貴重な映像だと思います。それでは2泊3日実際の車食旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。期待していた新型ビーカムの発電量がいまいちでした。スタート前がバッテリー 57% で、現在1時間走行して 70% なんで 13% 増えました。これ 24V なんで 12V バッテリーなら倍の 26% 増えていることになります。カタログ値では 24V 90A 発電されるんですけど、一般道巡航、高速道路巡航ではだいたい 12A から 18A くらいでした。加速の時はなんとマイナスで、マイナス 6A くらいでした。これはもしかしたらこの新型ビーカム電子ターボなんで、加速する時に電気をたくさん使うかもしれません。最高で 70A 近く出てました。ただその時はですね、巡航していてアクセルオフにした時でした。 70A 発電されると 24V なんで 1680W も発電されていることになります。家庭用コンセントが 1500W なんで、それを超える発電量になります。このぐらい出ればカタログ値に近いんで満足できるんですけど、やっぱりアクセルオフではなくて巡航の時に出てほしいですよね。アクセルオフの割合っていうのはそんなに多くないですよね。アイドリングや巡航中にこのぐらい出てほしいですね。オルタネーターの発電量はかなりあるので、どこかで制御されていると思います。で、途中エコモードオフにしてみました。ただそれでも変わりませんでした。この車両はプロトタイプなので、製品版は改良されていることを期待したいと思います。後で日本特殊ボディさんに事実を伝えてお願いしておきます。この車内なんですけど、運転席ここの荷物がちょっと取りにくかったです。この何ですかね、この車高カーテンがありまして、これをホック外して取るんですけど、これでも取れません。なのでこのシートを外して運転席側の荷物を取ることになります。自分は結構助手席に荷物を置いてますんで、車着時に荷物忘れてたみたいな感じで取りに帰るんですけど、毎回出て取ってました。やはり中から取れた方が便利ですよね。
ただもう少人数ならこんな感じで背もたれは簡単に取れますんで、もう外しておくのもいいかもしれません。こんな感じで背もたれつけると結構壁みたいな感じになりますんで、後ろに家族が乗っていて、この運転席の会話は少し聞き取りづらいと思います。このキャンピングカーは本当にデメリットが少ないんですけど、ちょっと細かいのを言います。で次はバンクベッド2つ続きます。上に上がるときちょっと踏み場が難しかったです。ここのソファーに乗ってこっちに行くのが一番行きやすいと思うんですけど、こうやって見ていただいたら分かると思うんですけど、こんな感じでつらい位置みたいになってるんですね、ソファーと。なんで足をかけるとちょっと状態がのけぞる感じになります。かといってこのままこっちに足乗せようと思うとかなり上げないといけません。こっちのテーブルに足を乗せれば上がりやすいんですけど、真ん中あたりが一番安定します。端はねちょっと危ないんでやめた方がいいと思います。ただご飯食べた後のテーブルなんで抵抗ある方もいてるかもしれません。このダイネートソファーをベッド展開するときに、フルフラットするときにこのクッションが必要になるんですけど、これがねかなり大きいです。普段はこのバンクベッドにこんな感じで収めていくと思うんですけど、ちょっと長さがあるんでこれこのままだったらしまえないので、こんな感じ横にします。でこれだったら閉まります。ただこうなると結構デッドスペースできますよね。荷物置き場として使いにくくなります、バンクベッドが。かといってこのリアベッドには入りませんでした。でマルチルームは入りました。ただマルチルームせっかくあるのに荷物で潰すの嫌ですよね。もうここのベッドを使わないか、もしくはもうフルフラットにしない方であれば、この延長マットはもう家に置いとくのがいいかもしれません。もしくは分割とか DIY でできればコンパクトになって奥にしまえると思います。次良かったところなんですけど、まずは冷蔵庫ですね。ここの位置ほんと使いやすかったです。買い物行ってから上がらずに出し入れできるので、何回か買い出ししたんですけどすぐに出発できました。ただ外からは入れやすいんですけど、中からですね開き方がこっちになりますんで、こんな感じになるんでここまで来ます。で取る感じになります。なのでこの辺に物は何も置けなくなります。まあここは入り口なんで何も置かないと思いますが、そこだけ少し気になりました。今回の旅で車内調理ガンガンしたんですけど、全く匂い残りませんでした。というのもこのマックスワン標準装備とここの窓の位置ですね、こっちじゃなくてこっちだったんで、ここで調理した時にすぐに匂いが出てきました。あと車中飯関連で言うと、こんな感じでテーブルがロック解除すると簡単に動きます。でこれもすごい使い勝手良かったです。次のメリットは何といっても走りの方です。乗り心地のロールがすごい良かったです。あ、こっちの車両だったら中丸見えですね。これリアの方なんですけど、これが専用のショックアブソーバーバネですね。でもう一個これリーフスプリング、これも専用の通称板バネと呼ばれるものです。あ、ここにクッションみたいなのありますね。これで衝撃を和らげていると思います。リーフスプリングの後ろの方にもついています。この専用のショックアブソーバー、こちらはフロントにもついています。なんか体感ではですね、カムロードとかに100万円ぐらいのお金をかけて改良されたような乗り心地でした。一般道高速どちらも乗り心地よくガタンガタンしませんでした。またコーナーリング時のロール、左右の傾きですね、これも少なく快適にドライブできました。こちらはリアに専用のスタビライザーが付けられてます。あ、これですね、この棒がスタビライザーです。スタビライザーはリアだけでフロントには付いてません。最後のメリットは何といってもオートクルーズですね。前の車に自動的についててくれます。もう今までのキャンピングカーでの運転は何だったのかっていうぐらい快適です。前の車の認識の精度も問題なく、対向車が来ていても別に外れることはありませんでした。安心して高速道路ではアクセルをオフにできました。ただ気になる点がですね、車間クルーズモード、前の車に追従したとき車間が一定じゃないときがありました。一番車間距離が遠い状態の設定で、気がついたら近くになっている時がありました。そしてまた普通に戻ってました。追従していた前の車がいなくなると、その前の車にまた追従するんですけど、その時結構ブーンって加速するんですよね。一瞬ぶつかるんちゃうかなってぐらい加速していって、で急にブレーキで減速しました。この辺はもうちょっと滑らかになるように調整できたらいいなと思いました。もしかしたら何か設定とかでできるかもしれません。できなくてもこの辺はアップデートされて、もっと精度が上がって滑らかな加速になることを期待したいと思います。といっても他のメーカーに比べても全然問題ないレベルなので、自分は高速道路に乗ったらこのオートクルーズバンバン使うと思います。今回のタビークスレビュー車中泊でオートクルーズ付きのキャブコンを買うのが夢になりました。ガンガンキャンピングカーに乗れるのはあと20年ぐらいかもしれませんが、
いつか夢を実現して半自動運転での車中泊旅を楽しみたいと思います。2月に行われるジャパンキャンピングカーショーで展示されますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。